アレルヤじゃあ、今日の見事ばを開きます。新約聖書、マタイの勲章、五章。二十1節より二十6節まで読みます。声出して、あなたとも聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし、私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも、 きける。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され愚かなものというものは,は火の地獄に投げ込まれるだからあなたが祭壇に供え物を捧げるとし兄弟が自分に反感恨みを持ってるのをそこで思い出したならその供え物を祭壇の前に置きまず行って兄弟と仲直りをしそれから帰ってきて供え物を捧げなさい あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく。最後の1カートランスを返すまで、決してそこから出ることはない。あン主なる神様。 今日も天下の人間に命を救いを与え永遠に神と共に生きる命を約束された。イエス・キ康トの皆を信じる信仰によって身元に近づい,いた一人一が罪からも離れて神の統治に従うことができますように助けてくださり今も主は働いておられ永遠にその統治は続くこうとをはっきりと信じさせてくださり。 自分なりに生きる信仰によって結果的に身を結ばずに火の赤に投げ込まれるような結果になる人が一人もいないように今のうちに信仰の賜物を満たしており何をやってもビオコロであれば最善を尽くして行いビオコじでなければいくら欲しいものがあっても一発で切り捨てられる信仰に立たせてください。 これからの時代を神がどう先導されるかを本当に望みを持って信仰を持って見届けながら神のものとして神と共に生きることがでっていきますように福音の承認として地の果てにまで神が生きて働いておられることを体験しそれをあるいはまあ悪化していことっていきますように一人一人の人生を祝福してください。 イエス・キトの皆でお祈りいたします。アーメンハレルヤえ、今日の説教のテーマ覚えてます、うん、みんなでもう一度確認してみましょう。どうぞ、日本から死の果てまで、リバイバルの扉を開かれる神の働きを眺めよう。 あテーマにすべてが信仰があれば幸運すべき内容が含まれています。日本からリバイバルの扉が開きこれは死の果てにまで及ぶようになるもうそういう時代はもうすでにスタートされたことを主イエスの皆で宣言します。 去年の7月の終わりに神から与えられた聖書の箇所がこれだ。今日と一緒ですね。1年前とちょうど1年後になる今の時点で神の約束はどう実現されつつあるかを我々は今目で確認ができるようになっています。去年この見言葉をが与えられて 新学生たちと一緒に韓国言葉では韓国の教会見学だけど内面的にはそうだない今まで日本で私たちが日本選挙のために散々霊的な戦いをしながら日本で一番 強い兵力を持つ空蔵を打ち砕く戦いを20年間やってきましてそれに勝利をして霊的な切るから時代ち約束の土地をことごとく受け継ぐ時代を許されましてそれを象徴するこの禁止政殿に導いていただいたんですしかしけれども主は 私たちは準備はしましたけど、主はこの日本を開くことはできない。一番重要な理由がありましたけど、誰もこれに触れてない。しかもこれをやらないと、日本を開くことはできないと。あんた方は信仰を見せて、神の前で祈ったり、断食したり、霊の戦いをしたり。 信仰に生きながら病心を求めてきたんだけどそれを神が受け入れて本格的に答えて神の計画の通りに働くことはできない理由は引っかかっているものがあるこれを取り除かないと神がこの日本の賛美を祈りを信仰のすべての行いを受け入れてその通りに働くことはできないんだと。 それが去年あたられたこの言葉だ。だからまず、人に恨みを買われているならば、それを仲直りして、解決してから、神の前に出てきて、いろいろと求めないと。神様は何を持ってきて、何を求めても答えることはできないと。それが何だったかというと。 日本人の先祖たちが犯した罪をその現場に行ってその先祖の罪を自分が犯したかのように悔や改ためて祈ってこないとそれに引っかかって主が何もできないそのためにまずその発端となったところへ行って 韓国のインチョンの松島というところに行って8月1日その日に日本人の進学へだけを連れていって先祖の罪を悔やるために導く,導くようになったの。はれり十分説明しましたけども1年がたった今この時点で その神の素晴らしい統治の働きを我々はもう一度考えないといけないその後1年間の間に何が起きたのか今はどういう状態や流れになっているかなどを吟味し把握しないと引き続きの神の統治にまともに従っていくのが難しくなる神はこのように統治して導いておられるのに ととんでももないいころに走っていく恐れもありますしかし神の統治がこのように確実であることを皆さんが妄想を確認し勤務することによって神の統治の中に我々がいることあるいはその中で生きることがいかに素晴らしいことであるかが見えるようになりますそういう意味で今日は去年韓国訪問をした ことを記念する記念日的な礼拝なんですよ礼的な意味でアレルヤン主は聖書の記録においてでももうすでに主がなさったいろんな技を再びいつも思い起こしているように呼びかけられます神がエジプトで奇跡をの中で個人の民を導き出したかのようにいつもそういう 神が以前すでになさったこことを思い起こしてくるのなぜかというと我々が神の道中の中で生きていることを忘れてなりませんよ。主の皆を呼びながら本当は忘れてきる人でいっぱいいますからよ特に去年の出来事と今日の説教の流れは日本民族の運命だけじゃなくて地の果てまでの数億万人の人々の 運命の流れまでかかってるようなすごい重要な話なんです、すハレルヤ、皆さんは当たり前のように、牧師が神から聞いて伝える言葉をアー,メンアーメンと受け付け、その通りに従って今までやってきていますけれども、いまだにこういう流れがあることにも気づかない人がいっぱいいます。 今何が起きてるか分かんない人いっぱいいます。日本領土の中にもですよ。しかし、この国でも始まったことなの。この国の運命がもう変わります。今日のテーマは皆さん、これ不思議で本当は。こんな言葉は世界中で使われたことがないような説教の、ね、内容であり、題であります。いつも日本選挙に、日本選挙、日本をなんとかしないと。 こういうい流れだったんですよしかもこれを正反対に武器を変えて日本からリバイバルから起きて世界中に影響を及ぼすその神の働きを我々は眺める事態がやってきました。ハレルヤもし心情が止まりそうな人がいれば声かけてよ祈ってあげるから止まらないようにこれは信条が止まりそうになってもおかしくないような話なの。 理解ができて意味が分かって信仰によって聞く人にもう。はいです。信条が止まりそうな話なんですよ。ハレルヤ、うん、霊的な不毛地悪の書類の要塞世界の選挙師たちのお墓場と言われてる日本日本は最低早く霊的にとどが悪いこういうふうに思われ言われ 悲しまれてきたこの国から生ける神の技が世界中に広げられるようになるこういう流れに今なったことを認めたいといや当然認める人だけアーメンと教え様に思いっきり送ってもうスタートしましたもうスタートしましたよ。年だった今日この時点で 来週まだ韓国訪問を目の前にしていながら、これは本当に記念日的な説教になる。そこに参加させられている EMC 強化連合の皆さんは全体的に日本民族を扇動すべき使命があり、日本民族の運命がかかってる、日本民族だけじゃない、ここから、ここからま、まこの本物の福音が全世界に。 告げ知らされ世界中の数億万人の罪人たちが主イエスに立ち返る道が開かれ始めたことを認めるべきです。まるで今夢のような話を牧師はしてる。今までの現実、今までの現実においてまるで何言ってんだ、新牧師。お酒に酔っ払ってるのかなんか酔っ払いの話のような。 この日本で考えられない話ばっかりしてる。本当は今そういう話をこれからするす。ハレルヤ。アメです。日本が世界の模範になる、世界の教会の模範になる。考えられますか哀れに思われてた日本。違うんですよ。余計なお世話だよ、あんた。 こちらから本物の福音を語,り語っていきますから聞いて習うんだよ。こういう流れに今変わってきてます、こういう流れに。ハレルヤ、アメン。去年、主に言われた通りに、日本選挙のための霊的な戦いが十分にやってきまして、富士山よりも高く立ちはたってた。 日本の一番大きな空場の力を全部打ち砕いて平らにしまして海に広めてしまったのを太平洋に全部これ主に見せてもらった話を今してるわけ。あとは日本が立ち上がるべきだよ、ね、立ちなんだけども主が日本を立ち上がらせることはできないのなんで恨みを買われている人々が叫ぶ声が天に届いている。 創世記の 4, 4章の10節から12節の間にカインがアベルカインが自分の弟アベルを撃ち殺した後にカインのカインが弟アベルを撃ち殺した後にお兄さんによって撃ち殺されたアベルの血が血の中で天に向かって叫び続けているのを神様がその血の叫びを恨みの血の叫び声 恨みの声を神様は聞いておられたとそして恨みを買われているカインを人殺しという悪いことして悪行を行ってアベルに恨みを買われているカインを呪わざるを得なくなったカインの神はカインをこれ以上守ることはできなくなりカインが地上でさすらう人になると神様が 警告されました覚えてますかすなわち、カインの信仰、カインの祈り、カインの支え物などはもはや神様と関わりを持ってなくなり、神様によって導かれず、守られず、助けられず、自分一人でこの世をさすらう人になって呪われた状態で生きるしかない。これががアベルの地 木の中から恨みの声を持って叫び続けている声を神が聞いておられたからとそう説明されています。ハレルヤヤコブ5章の4節と9節にある人たちが雇われた雇い主が雇われて働いている人々に賃金銀を払わなかった。 その払わなかった賃金が叫び声を上げているその賃金を払わなかった雇い主は雇い主の家の門の外に裁き主が立ってる神が裁こうとすしててみる賃金を払わなくて 仕事したのに賃金をもらえなくた人々の叫び声が、恨み声が天に届いていて、神が宿い主を裁こうとしていると。同じ意味での警告なんですよ。あメンです。人に恨みを買われたら、自分の人生が神から立たれてしまうの。何をやっても神様はそれを受け入れてくれないの。呪われてしまうの逆に。ハレルヤ神と関わりを持ってなくなるって だから神様に神を賛美したり、神に祈り求めたりするのも大事だけど、そうしても神が神としてまともに応じることはできない理由は、恨みを買われている人々の恨み声が天に届いていて、神が祈る人の祈りを聞き入れることはできない。これは旧約聖書も新約聖書も同じ神様の統治の法則なんです。ハレルヤただ、この日本で何をやっても、隣国に。 恨みを買われるようなことをしてそれを亡く直りしないまま日本でいくら頑張っても主はこれ以上働けないのがあるんだとだから韓国行って巡洋艦松島湖に乗って韓国の鎮銭の松島島島に行ってそこで日清戦争を起こしたその軍港に行って 天女の罪を自分の罪だろるからに悔いあっめてからその土地とそこの住民との霊的な仲直りをしてからじゃないと神が日本でこれ以上働くことはできないんだと。夢の中でも思ったことはすらないことを主に示されて何で日本を開くことができないのかその理由が示されて去年私たちは主の霊の導きによって韓国に行ってきました。 それもその戦争が始まったその日8月1日にその現場に行って松島に行って実際に皆さんが福た旅できました2日間にかけてハルリアそれから昭和約束されました日本を開くと日本から放つ福音の声が世界に及ぼうようになると神の約束を与えられ 振り返ってみると、この1年間何が起きましたそれまで閉ざされていた日韓関係が回復しました。中2年ぶりに首脳会談が再開されました。ついこの間は、何、貿易、貿易の問題において、なんかファイトリストといって、ファイトリストに載ってる国とは、いろんな貿易においての手続き、 関税いろんな意味で簡単に通るようにすべてが書類の準備とか韓国がそこから韓国がリストからの取り除かれていましたよそれが回復しましただから韓国とのやり取りが簡単になれたただハレルヤ霊は例的な問題を解決したら 神様は国と国との間にあったいろんな問題を解決して両国間の関係が円満になってきまして以前は首脳会談とか国交釣り手以降いろんなことやってもまた元に戻るやっても元に戻る今までそうでしたねしかしこれからはやればやっただけ徹慎するだけなのなんでですかお互いの間の霊的な恨みを主が全部取り除くようにして それを我々が行ってきましたからよ。その主は認められたんですよ。立憲関係はこれから今までかつて何十年もの間に全くなかった。うん悪循環ばっかり繰り返してきたんだけど今からは違う。行けば行こうとよくなるんですこっちだけあんみなのこっちは見てるんだ行けば行こうとよくなるぜばあんた方。 信じますか。噂に,乗ると噂によるとなんか岸田総理とユン大統領がすごいなんか親密になっててねお,がお互いが惚れ込んだみたいですよでもそれが皆さんの悔やための祈りの結果であるとあの人たちまだ全く分かんないのお礼も言ってきないし気づきもしないんだよ とこういう国の流れを変えるのが皆さんの神の指示によって祈りを祈りなんだそのポイントとなる重要な祈りは先祖の罪の恨みを変わられた先祖の罪の悔い改ための祈りだった個人においてでも国家的なレベルにおいてでもこういう法則は通用しますハレルギ皆さんここでこう語られていて皆さんが 何十名の単位でやってるから大したことに見えないかもしれませんけれどもこれが国の民族の運命を変える話だし国際的な世界的な流れを変える話であるとまず信じるべきですよ信じないと排除されますから信じるとこれからもこういう神の働きを目で見て確認ができる時代にもなってきてます信じますかハレルヤー すっごいい面白いこれからは何が神が私たちに去年これを命じて1年間の間に何をなさったのか確認ができます。これからはなおさらそれができます。ですこれは国との国同士の話であって今の証は霊的にはどうなのか本当に日本発祥のメッセージを聞いている世界中の人々が今アニカとケミと私の 方に連絡をけて今朝もピョン音がしましてこれはフェイスブックの音なのなこれ音消せないの他は全部消せないのこれはなんか消す方法は分かんないまだまだミャンマーの牧師が私たちは朝早くからあなたとあなたの教会のために祈りました早くあなたがミャンマーに来て 自分たちと一緒に働いてく,くれるようにというたって<え>この人ね疲れずにやってくるんだよ疲れずにうちの教会を祝福しながらうちの教会がミャンマーにも世界のすべての国々にも EMC が伝えるメッセージをどんどん広げてて神の働きをどんどん広げてくれるようにずっと朝早くから祈ってると夜寝る前にはビュン またるの私が答えました私ね申し訳ないけどちょっと国会も忙しいしで私の英語があなたのメールいちいち対応できるそんな素早く対応できるうまい英語じゃないから勘弁してくれよ。今皆さん何日本から見習おうという話があちこちから海外から な早く自分たちの国へ来てミャンマーを起こしてくれとパキスタンをインドをスリランカをウガンダをウガンダはパク,パク選挙者が行ってる彼が私の方向を来た町のな同じ名前が1個ありましたね。 何か神様が働いておられるのが見えてきました去年韓国に行ってきたから韓国に行ってきたから去年の秋からケビンがあれを始めたの英語の字幕僕キシ、これやってもいいですか勝手にやったら困りますけど許可いただいてからやりますケビンどこにいるのケビンがそういうの始めはそう 頑張ってみろと言ったんだけど後から秘書が私に何度も示したことのこれが神の計画であることそうかケビンの家族が英語の字幕を持って EMC のメッセージを世界中に飛ばすようになってそしたらあちこちからここを日本から日本から来て自分たちを助けてくれて今までは日本選挙を通せればいいこういう流れだったのかこれからは日本で消費している話を 家に来ててもやってくれこういう流れにも変わりましたよ確かに神徒が止まりそうにならないの神の御国が広がるのに関心がないの皆さん驚くべきですよ神はこれからも信仰を持っとしとともにこういう流れをずっと継続的に こういう働きを継続的になさり、ちょいにはある日突然空中に来られます。その時のための最後の借り入れが始まったということなの。うん、もう一度言います日本から福音が世界中に広がる時代がスタートしたところなの。ハレルヤ、これからの時代の教会のモデルが。 本物の福音が日本から世界中に放たれる時代になったということを本当に信じて夢の中でも忘れずにこの流れに進行して間違いなく乗りまして最後、イエスの再臨の時に閣僚の瞬間にまで最善を尽くして頑張りたいと思った人だけアーメンとおキシ様にお送りします。 来週、韓国訪問、形はどうであろうとも、霊的には何ですかとうとう去年始まった世界に向けての霊的な流れを、ある意味では本格的、今はぽちぽちだけども、本当に中心部にいって、こういう神の計画を、実際に実践して、 一番肝心なところにいて開いていく作業をするのが今回の韓国訪問の主な礼的な目的なのここでは言えないんだけど皆さんに十分何度も伝えた話そこに行くんですよ行くんですよ十分たくさん祈って神が計画したことを縛り成し遂げて 帰ってくるとまた流れが次の段階に向かってパーッと流れが今までなかった流れが扉が開かれてよ今までなかった本当に EMC がやるんだなあの人は大きなことばっかり言っていて何も信じられないかったんだけど本当に今目に見えてくるんじゃないかあの人は230年前から日本がクリスチャン大国になると言っていたあの人 嘘つきだと思ったんだけど、本当じゃないか今からでも EMC が何が言ってるか何をやってるかちょっと見てみようじゃなくて、いや、参加してみようじゃないかと、こういう人が増えるの、これから。ハレルヤ、アメン。メメ今、今、レイディケの流れの中で、今、ちょうどこういう時になってきてる。 ここで名前までいちいちあげれないからあれだけどもうここまで言,うと言ったら皆さんは常に聞いているのは全部今何を僕が言っているか分かるはずなのとうとう1年目に行くんですよ一番重要なところに一番重要なところに行って EMC のメッセージをはっきりと伝えなくても霊的にそこを平らにする霊的に砕く霊的にだから皆さん一人一人の祈りが 重要なんですアメンそうするとあとは主がいろいろとなさるはずいろいろとはあそういう今時を迎えてますかこれはちょうど1年前と1年後に「本当だ神様本当にそう導くんだ今まで掲示されたのを本当に現実の中で実現させてくださるんだこれが確認ができます」。 ハレルヤ。もうこの間新幹線たちには少し伝えまして新幹線たちはそのために今祈り始めているはずなんです。祈ってますか祈ってますすごい重要なんですよ。これは夜も昼も昼祈るべきですよ。それを見事突破するとあとはそれ以外のいろんなところが開かれそして皆さんがなぜここに呼ばれたのかがさらに見えるようになります。 アメン今朝も祈りながらずっと感動を受けました何この日本この日本が何でこんなに素晴らしい計画に預かっているのか400年前にイエスの皆が伝えられ今まで2000巻のキリスト教の歴史になかった一番宗教の地をたくさん流したこの国主がこの国を伸ばして伸べ板にしまして世界中を覆い隠す そういう感動が与えられたの主が日本ネットを伸び板のように伸ばして世界中を覆い隠すようになる驚かないこういう人の前で先生と言って神様私今勝たないといけないの全然感動を受けないこの人たちの前で神様私はもう勝たないといけないんですよ神様も大変でしょう。こんなこと言ったら目玉が少なくともここまでは飛び出てくるべき 覚えてくださいよ皆さんで、ね、こんなことを、うん、語ってこれは知事しないと私はウとでしょパレちゃうでしょうが。嘘になるかほん本当であることが和解になるかはあとは痴漢だって分かるの。痴漢だってはあ起こっちは分わった。<laughs> 人が言わないと物までこう「あ、う、めん」と言ってくるのに。 人が叫ばないと意思を命じて主が叫び出せされるのにこれはアーメンというのに皆さんはん、うん、何を語ったのか分かりましたもう一度言いますよ霊的な耳がある人は聞いて誘ってよ日本ネットを延べ板に延ばして世界中を覆い隠すっ言えばある人は今涙流そうと感動を受けるとはいるのこの中に。 この意味がかかるから今朝祈っていったらここで主はえ日本という国はこんなに素晴らしいのかそしてもう一つもう以前にも僕にはあったんだけど今日まとめられたのはそれで日本にはすごい意味があるんだけどこの素晴らしい日本で神様がすごい計画を持って働こうとしたらその前にサタンが働いて先祖たちに罪をたくさん犯させて神がこういう 働きができないように日本を邪魔したんだサタンが邪魔したそのサタンに惑わされ邪魔されて先祖が犯した罪を EMC のシンガセたちが行って食い当たってできたんだそれでサタンがもうお手上げになって主がこれから思いっきり日本人道を伸べたのよ伸ばして世界中を覆い隠す福音大国にされるんだ 一番親子がいい人の前で語っても、えー、ハレルヤこれぐらいだこう世界中の人々がね、聞いて本当に薬局に駆けつけるべき話なの心情麻痺薬 <laughs> ハレルヤ意味見えます皆さん EMC の皆さん聞いてよ日本ネットをこう伸ばして 世界中を覆い隠すこういう日本を福音大国にするとそこにあなた方一人一人が呼ばれてると信じますか、はい、これを絶対忘れないでよアメできます、はい、その日がやってきましただから これから皆さんが来週、韓国訪問終わるまで、他の祈りしないで、集中的に9割以上この祈りしなさい。なぜで、これ、霊的にすごい重要で、すごい霊的に、とんでもないこ戦いにもなるし、働きにもなります。だから、十分祈らないといけないの。個人的にもそうだし、全体的にもそうだし、十分集中的に祈って、霊的に本当に私たちが行く道が、うん 閉ざされた扉をパッと開き、見学だった険しい道が平らになって、家道がどこ行っても神の御心とりに勝利ができるように、今回その初めて素晴らしい天然、うん、を残すべきなの。一番中心部にいて、ハルーヤ、アメです。そうすれば皆さん、 今まで EMC にいろいろ主が示され我々を24年間導かれたこれが何のためか EMC は町の中の教会じゃないの日本の教会じゃないの全世界のための教会ですから初めから名前が使命と名前が主の精霊の力を受けて自分を打ち砕いて完全に主の精霊の権威と力に満たされて 地の果てまで日本ネットから地の果てまで初めからこれ与たられた教会名と使命だから私うちの教会の教科は、うん、259番の賛美闇を砕いて福音の死者として地の果てまで行くべきなの雨。ここれが私たちの生きる目的なの信じますか これはもう昼夜忘れたなりませんよ。その中でいろいろ頑張っていけば、うん、結果は主が出されます。私たちの力じゃない。結果は全部主が出されます。私たちに今までなかった知恵、知識、力、権,権威が与えられ、私たちに手を人々がまるでイエス様に手をたかのように運命が変えられ。アめです。 私はどうしてこんな取るにも足らないものを主が選ばれてこんな偉大なことをなさるのかという考えれば考えると全く不思議で理解ができない考えれば考えると自分はつまらないもの小さいもの弱いものであるのに主がなさるのはさらに壮大な驚くばっかりのことをなさるようになるからよ。ですか でも、そういう働きがこれからは証しができる。確認ができて、証ができる時代になってきたということ。これはすごい。重要なこと。なの、ここまで来たにもかかわらず、未だに信仰が生ぬるいままだったらあとは。切り捨てられる。切り捨てられることしか残っていない。ハレルヤ！これを牧師の。教えでなく。神からの。 語りかけである神の統治計画の命令によって命令と、神の統治計画は我々が従って忠誠を尽くすべき命令として今語られていると信じれば間違いがありません。ですから、地の果て、宣教教会は地の果てまでを教区。 教,教会の働く縄張りとして考えて死の果てまでの人々が皆さんによって取りなされ福音を聞いて救われて謙虚にまで預かる罪から離れて生まれ変わって必ず救いに至る信仰生活が確信できますようにその模範を皆さんがどう示していくかによって のの人々の運命が変わるんだというこ,とこれは絶対もうご飯を食べながらも忘れちゃいけないのトイレ行ってながらも忘れたはなりませんよトイレ行ってながらもおうしようこの人たちをと思いながら哀れに思って一つでも祈るもう習慣的になるべきなの習慣的にハレルビア忘れていてほとんど声先を聞けばその時だけあそうだったっけこうなっちゃ困りますよわかりました 進学たちはいつも言ってますよ私は呼ばれた時の刑事から今までのほとんど一緒に同時に考えるのその中で私は日々を生きてるのだからいつも気になる何が滅びがかかっている人々かそれでいつも心配それでいつも緊張いつも燃える同時に考えてるからよそれでいつも希望にあふれるなんでやるべきことはすごい多いのがある大きなものがあるから 意味が分かりますいつも一緒に考えるのそれを、うん、今ここを説教しながらもう全部同時に考える大事なのは最後に神の経過を通りに結果を出さないといけないあです、うん、あることに、うん、夢中になって勉強したりほとんど忘れてたりひと回りしたらこっち全部忘れてたりこれダメめなのこれがれすごいこれが危ないの こんな勉強は死ぬまでやっても役に立たないの常に勉強しても真の真理に至らない理由はそこにあるのハレルヤン例えば皆さんが今日おいしいものを食べたのを、うん、ここに貯めといて明日新しいものを食べたらこれはお前,お前はもう隠れていなさいこうなったら困るでしょ常においしいものを栄養分をいただいたならば明日まだ あさってまだおいしいもの栄養あるものを頂い,いても冬至に中で働いてもらわないといけないの、うん、昨日食べたものだからお前は昨日だけでもう隠れていなさい今日食べるものばっかり働いてほしいとか明日これはまだ明日になったらこれはもう隠れていなさいあさって食べるものをそれだけは働いてもらうとか <laughs> こういうのあるの,こう,ううるのこういうふうにチャンたちはやってるのこういうふうに分かった何か一つあるはその時だけ。 困るんですよ受け入れたものを全部この中で一緒になってずっと常年に働いて全ての栄養がいけばいくほど整えられて満たされてそれ全体が一つになって強力な健康を作らなれといけないの。例的のも一緒だと知るべきですよ。この話を理解すればすごいのが悟り得るの。うん、理解できませんできすぎでしょ 昨日食べたのも今日食べたのも明日食べたのもみんな一緒になってこの中でバリバリ働いてもらわないといけないじゃないのこ,こんな例えだったら分かると思って例えたのにハレルヤ理解ができなければ理解が適当にいってくだはいよもう時は今こういう流れで走ってますこういう流れになってますハレルヤ 最後までこの使命を果たして1マンが救われるまで頑張りたいと思った人はアーメンとお医者様に送ってこういう使命の中でこういう計画の中でこういう使命が与えられて EMC に呼ばれていることが皆さんの永遠なるプライドになるはずであります私は昨日もさーっとそう思いまして神様に感謝したの を無限倍かけ無限倍感謝します。どうしてうちに EMC 協会を任してくださったんですかどうして私に日本選挙を命じたんですか無限倍かけ無限倍感謝しますと昨日も一緒に祈った無限倍かけ無限倍感謝した、うん。日本ネットを伸ばして全世界を覆い隠す。 考えても中だ感動なのその先頭に皆さんが立ってるさあ涙がなければこれちょっと濡らしてこれ持ってこれでもこう濡らしてよハレルヤこういう今神の計画は今実現するようになってます去年やったことを今1年間確認するようになってます確認できたら、確認できてるじゃありませんか あちこちから来る連絡が、うん、こっちで許してくれれば、自分たちの教会の名前を EMC に変えってもいいと言ってるの。何、日本,の日本でやってるとおりにやりたいって、これは今までなかった流れですよ。この国になかった流れ。これこそ、なかったことが始まっているから、新しい流れ。信じますか 今すぐでもメールして EMC に看板かけてもいいと何々 EMC 看板かけてもいいと言えばあっちこっちから EMC の教会になる教会今待ってるのこれが1年前のあの出来事によって始まった日本開き世界に向けてのこれ神の計画の秩現だと言っていうとここまで見えても信じないともう致し方がありませんよ これだけ見えたら本当に興奮すべきなの。歩きながらも思うべきだよ。主よ、無限大深呼吸に感謝します。EMC に私を呼んでおったことこういう使命のために感謝しながら築すべきです。ハレルヤアメケミンに聞いてみてよ。今もう待たしてるの、全部。全部待たしてるの。 そして朝早くから EMC のために祈って自分たちは早く来てくれるようにパウロの幻にマケドナ人が現れて渡って来て私たちを助けてほしいと叫ぶ人が幻に見えてパウロはそっちに行って選挙したのがローマヨーロッパへの福音電波の道づくりになったんですよ。 アーメンです偶然じゃないこれは明確にこれは神の計画なの明確にだから主が一回月前に示しておったの人的な権威を持った下部たちをたくさん排としてどこでも求める必要なところに使わすべき大変な迫害があっても この神の心を EMC はちゃんと成し遂げる成し遂げる最後の姿までしか見せちゃった大事なのは EMC からは人的な権威を持ったしもべたちが使わされる神の計画はあるということなの隣見ないで自分だけ見てて俺がれが人的な権威を持たされた神のしもべになりうるかなあ 聖霊の権威に満たされればな,るなれる,なれるア,ア,アメンです自分ではできない聖霊の力に満たされれば神の力に満たされれば自分はただの器のようになれば自我を砕いて意志を砕いて自分の肉の思いを砕いて主に捧げれば主は思い存分勝手に 適応はうな状態にしてあげれば、主は皆さんをそのように用いる計画が1ヶ月前に発表されたの。発表されたのに気づいてないでしょ信じるべきですよ。気づいてなくても発表はされてますよ。私は見たことを伝えます。あと時間だったらまだ結果が出ます。去年の話は1年だったら結果がいろいろと、霊的にも肉的にも出たじゃない。国間の間にも結果が出たし。 霊的な流れも変わったよ。世界中から今、年齢が来るじゃない、今。血の果てから来てないか。カンビアの人は、これ、イスラム教徒なの。イスラム教徒が EMC メッセージを聞いて、イエスを信じたくなってクルチャーになったじゃないのこういう流れは変わったじゃないアーメンですか変わったの、ね、よ。これは去年まではなかった話。韓国行ってきてから新しくできた流れ。その通りですハレルヤー。 アメンだから来週は一番中心的な地域に攻略しに行くの。EMC の使命をもって祈りに思って。アメンですだからちゃんと祈って個人的にもちゃんと祈らないと大変になるから疲れるし霊的にもちゃんと祈ってから行かないと使命を果たすことはできませんから。 だから寝ても覚めても祈りなさいこのために街を歩きながらも祈ってくださいよアメン初めて一番重要なところで礼的に処理すれば次から次へと処理できますで初め行ったところでヘド,ヘドヘドになって逆にやられて帰ってくると次も大変ですよでも EMC はクリアして帰ってくることになっているのをなんで祈っていますから祈ってますから ハレルヤ、信じますように、神はこのように、ここにある言葉通りに、我々に約束して、命じて、それで信仰のを見てから、我々の信仰の度合いを見てから、必ずこういう,ふうに結果を出して、ご自分が統治しておられると証しができるようにしておれます。ハレルルーヤ、信じますかこれからどこへ行ってもビビらないでよ。 どこへても大胆に皆さんが死の皆で行くところは開くこう信仰を持って分かりましたど、はい、こってもなぜそうじゃないと悪霊どもにやられるからやられたらすぐすぐほらふたびれてしまう勇気を失い信仰を失い肉の思いに戻るのは瞬間なのん常に心をとらわれたら困りますからよ だから常に思い出すべきだ。雨、ほ他に心を奪われないように、集中してこの道を行けるように、頑張るべきです。雨ですか神の働きは見えましたかこれからはさらにそれが強くなると見えますかそう、信じる人は、雨とお医様に最後に送って、イエスを参加呼んでおります。イエス